等高線とは、同じ高さの点の集まりでできる線、及びそれらがある、一定の間隔で連なった、線群のこと。水平曲線、コンターとも言う、地図の地形表現方法の一つで、山や谷などの地表の起伏を示す。立体模型の場合、等高線上を切ると、その標高以上のすべての面が、地上から水平に切り取れる。 日本では1873年から1879年にかけて測量された東京湾の平均潮位に基づいて日本水準原点の標高数値が決定された。現在では関東大震災後に再測量された数値を基準に東高線が描かれており、その基準によって測量された高さを海抜高度、海抜、高度、標高、公共、何メートルと表現する。 投稿線が素になっている箇所は、底が緩斜面であることを、密になっている箇所は急斜面であることを示している。投稿線では表せない箇所は、崖の記号で表される。高い方から見て、投稿線が、突上に描かれている箇所は尾根を、王状に描かれている箇所は谷を示す。海洋、故障の底の深さを示す。投稿線を別に等身線という。線や、 等身線による地形表現を見やすくするため断裁をつけることがある。この時、低いところを示す青から高いところを示す赤への色相感によるグラデーションを用いる。すなわち、海の深いところは青、海の浅いところは水色、平地は緑、山岳は茶色といった色で表されることになる。他に、等高線による地形表現を見やすくする手法として、毛羽図、 点描図などがある。投稿線入りの立体地図国土地理院発行の地図の場合、投稿線には、四極線、軽極線、第一次補助曲線、第二次補助曲線の4種類があり、これらの線は地図の縮尺に掃じて一定の高度間隔で描かれることが決まっている。その基準となる線を四極線と呼び、四極線は5本ごとに太い実線で表され、これを軽極線と呼ぶ。 出曲線では表現できない緩やかな地形を表現するには破線の補助曲線が用いられる。第一次補助曲線は第二次補助曲線はのように表し、それぞれ破線の間隔が異なる。またの2.5メートルの補助曲線には必ず数値が記入される。以下はそれぞれの縮尺での投高線の間隔である。気象学においては等圧面における 等しい高さの点を結んだ線のことを表す。等高度線ともいう。地上天気図では、等しい海面気圧を結んだ等圧線を描くが、これに対し高層天気図ではこの等高線を描いている。等高線の概念は地図における等高線と非常によく似ている。ここで、ある850ヘクトパスカルの等圧面を考える。この等圧面は水平面に平行ではあるが、 完全に滑らかではなく、ある程度のくぼみや起き上がっている部分などがある。つまり、等圧面の高さは、どこに置いても同じではない。このような等圧面の高さを等圧面高度という。したがって、構層点気図では、この等圧面高度の等しい高さを結んだ線を描く、必要が出てくる。このような必然性に応じて描かれるのが、等高線である。ありがとうございます。